皆様こんにちは大ニュースです中国共産党機関紙人民日報は8月25日3万字余りの長編評論記事を発表し対中強硬姿勢を示すアメリカのポンペオ国務長官を批判し,まし,たしかし中国 SNS ウェイボーではユーザーらは批判記事でポンペオ氏がつぼしをついた。 何を言ったのかをやっと知ることができたと皮肉なコメントを書き込みました人民日報は第10面、11面と12面に同評論記事を掲載しました記事は主にポンペオ氏が7月23日にカリフォルニア州のニクソン大統領記念図書館で行った演説について批判しました記事は米中関係を完全に否定している 中国政治制度に対して悪意を持って攻撃している中国共産党と中国国民の仲を裂こうとしているなどと急断しましたまた当評論記事は中共ウイルス、香港問題、新疆ウイグル問題 TikTok、Farway、5G、南シナ海などをめぐるポンペオ氏の演説には26の嘘があるとしました記事はその26の嘘を並べて それぞれぞに反論を行いました特にポンペオ氏が公の場で複数回中国国民は中国共産党ではない中国共産党がついた最大の嘘は共産党が中国国億人の国民を代表していいるということだ中国は自由な国ではない14億人の国民は国内で監視と迫害を受けているなどについて中国当局は強く反論しました。 中国関西メディアは4月以降、ポンペオ国務長官を人類共通の敵だ、などと集中攻撃しました今回人民日報が3万字余りの評論記事でアメリカ政府高官を猛烈に批判したのは前例のないことです中国版ツイッターのウェイボーでは同記事へのコメントが殺到しました中国当局のネット評論員ご冒頭による ポンペオ氏を非難するコメントがある一方で多くのネットユーザーは人民日報の評論記事を嘲笑いましたポンペオ氏に図星をつかれたからだ中国当局が罵れば罵るほどアメリカが正しいと証明しているいつも独り言を言っている反論は英語でやってくださいこれが直接で最も強力な反論だ我が国のプロパガンダは なぜかますます北朝鮮化している人民日報は二流メディアだなどと感性メディアに反発するユーザーザがいましたさらに3万字以上の記事が長すぎると不満を示すユーザーがいました。全部読んだ人は手を挙げて「もうめんどくさい」「早くデカップリングをしなさい」「疲れがたまりすぎて吐血するよ」。一方 これまで情報統制によりポンペオ氏の発言を知ることができなかったユーザーは記事の発表を歓迎しましたこれはポンペオさんが何を言ったのかを知る良い方法だ違法ではない急いで新聞を買いに行くやっと人類共通の敵が何を言ったのかを知った編集者あなたは素晴らしい仕事をしたよポンペオ氏が将来アメリカの大統領に当選したら 中国当局がどう対応すするるかを危惧するユーザーザもいました万が一人類共通の敵がアメリカ大統領になったら中国当局はどうするの ?2024 年共通の敵が他国のボスになったらこの国のボスは人民日報の記事をどう説明するのか全国各地で新聞回収をするのか人類共通の敵がトランプ氏の再選でさらに4年間国務長官を務めたらこっちは気が狂うだろうか。 一部のユーザーは、ポンペオ氏が家でハンバーグを作る写真や愛犬との写真を投稿しました。写真について、「手先が器用だ。かわいい。」などとポンペオ氏を褒める声が上がりました。